聖夜、紫龍、氷河、春、4人のブロンズセイントたちは超次元を超えてエリシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれパンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。待て、一騎。そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。彼らの後を追えばお前の体は消し飛ぶぞ。確かに、だが行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと？私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族はハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は本当はこのパンドラが生まれ育った美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのが死の神タナトスと眠りの神ヒプノス。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命あるもの全てが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るため幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ？お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。これを受け取れ、一騎。それがあれば冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ！真に恐るべきはタナトスとヒプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろ、パンドラ！わかったよ、パンドラ。お前の悲しみはこの一騎が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいい、パンドラ。何百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかしアテナは一体どこに？困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては
お前は。我が名はタナトス。なんだその銀色の髪と瞳は。お前はスペクターか。スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと？なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした？死んだ。今頃は私の兄弟眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな！嘘を言うな！ハーデスはどこだ？バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。私の可愛がっているニンフが怯えてしまったではないか。ファイト。しかしお前のような取るに足りない存在があの嘆きの壁を通り超次元まで来た。このエリシオンの開幕とまさに奇跡。このエリシオンは神話の時代から一度たりとも生まれたことのない将軍。お前のようなセイントが土足で踏み荒らすと死をもって死ぬも償いきれん。これ以上ハーデス様のお近くで騒がれては目障り。もはやたとえこの場がセイントの血で殺されようと、それはお前を殺すぞ。こしゃくまでお前の体を跡形もなく消し飛ばしてやる。俺はまだ死ねない。俺にはまだやるべきものが。AO パーフェクトウィナー。負けられない。アテナのためにも。コスモの極みを満たせ。今ので終わりか。俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに責めさえなんでから殺してやる。ソラ、地上の様子を拝ませてやろう。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぞ。あれは姉さん、聖火姉さん、姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ。お前も死にに出てきたようなものだな。さあこのエリシウムへ潜り込んだセイントはこれで全部か。ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎。地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。
地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと恨みを晴らし、顔の傷を前の命を投げ集まれた人々の恨みがこもっている。今こそ受けろ。さらと俺は死を司る神、いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だ、俺は認め、俺は神など信じにかった。お前のような邪悪な神など絶対に認めお前は少しはやるようだ。だが俺は認め、このタナトスを本気にさせてみよう。古尺の貴様のような宇治人に神であるわ。傷つけることなど俺は認め、絶対に不可能。絶対に不可能。そんな言葉を見ろ。神の力は何度も不可能を可能にしてくれるんだ。別のタラトス、お前の天使がお前の肉弾フェニックス剣末勝者。天使の剣は肉体よりも精神を砕く。フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスの羽ばたきをもってすればたやすいことだ。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。ん？なんだこの狂言は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この狂言はまさかゴールドクロス。